最新のやつですけど、うん、AI 野々村誠誕生、ニュースになってたね。野々村誠さんが AI デジタルヒューマンとなって会話をしてくれるシステムっていう、うん、介護施設利用者とのコミュニケーションを取り、高齢者の認知機能の改善やサービスの満足度を高めたり、うん、介護職員の人材不足の解決を目的としているという、うん、野々村さんが選ばれた理由は、数々の情報番組に出演して高齢者にも親しみやすいキャラクターであると。ぴったりかもね。まあ野々村さんぴったりか。野々村さんポカポカに来たけどさ、はい、俺初めて会ったんだ。あの時すごいね、野々村さんって。野々村さんってさ、なんか面白いね、めっちゃ面白かったよね。めっちゃね、なんであんなさ、うん、なんかそのポンコツの感じやってくれるんだろうね、うん、なんかね、なんなんだろうね。俺らめちゃくちゃ年下後輩さ、うん、でも全然そのね、そうそうそう、ちゃんとこうなんか、なんかその人となりわかんないじゃん、うん、あの普段の、うん、なんかすごいいい人だったしね。いい人だったね、うん、いやだからこれ一番合ってる、一番向いてっかもな、うん、なんかポカポカ最近来た人で一番なんかすごいなと思ったね。野々村誠さんね。あ、うん、いやだから多分ちょっとこういじらせもしてくれるわけじゃん、多分 AI の野村誠も。そうなんかな、ちょっと上から言ってもその、うん、なんですかって。そうそうそう、なんかね、あ、自虐とか言ってくれるのかね。僕帰るとこないですよ、そう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 、ね、家入れてもらえないですよみたいな、あるだろうね。いやそうですよ、確かにね。 AI 澤部は、 AI 澤部も、うん、さっき話してたんですけど、やっぱりいけんじゃないかっていうスタッフさんからは、そう、こういう目的だとしたら、まあ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 悪くないかも、ね、悪くはない人選だと思いますけどね。その場を成立させればいいんだからね。うん、だからその AI サーベイだったら大丈夫、ね、AI サーベイだったら、ね、だからその話聞いたりさ、そうそう、うん、でちょっと突っ込んで、ちょっとなんかそうね、ね、突っ込んだり膨らましたりとか、そう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 、うん、であとおって、あ、こいつなんか面白いこと言うなっていうことはしなくていいわけだからね。うん、別にするけど ね、 だからそうね、 AI サーベイ、別に AI サーベイもできるけどそこは。うん、なんかより多くの人がなんか求大点を出す、うん、なんか最大公約数のやつであればいいわけだから、うん、サーベイが適任かもしれないな。うん、うん、そんな本当にぶち切れるからね、AI、そんなこと AI サーベイ組まれてたよ。なんでそんなぶち切れるシステムが組まれてる。いやそれこの組まれてる、うん、NG ワード言ったら。うん、NG ワードがぶち切れるシステムになってるから AI サーベは。何、お前が前出てくんじゃねえよって、うん、うん、お前裏回ししてればいいんだよだよとか言ったら、うん、あーって何なんだよ、うるさいうるさいうるさいって AI サーベぶち切れちゃう、顔真っ赤にして、お気をつけてくださいですね。ということで今週もよろしくお願いします。爆弾ジョニーでただ一人